有田正宏は日本の音楽家、フルート奏者、指揮者、音楽教育者。バロック時代のフルート曲を中心に幅広いレパートリーを持ち、ルネサンスから近代までのフルートを曲名によって使い分ける。録音媒体への収録も多く、解説文の多くは自身の執筆による。現在東方学園大学特任教授、昭和音楽大学客員教授、 昭和音楽大学ピリオド楽器研究所所長。妻の有田千代子は、チェンバロ奏者。1949年東京に生まれる。バイオリニストのおじの影響で音楽に親しみ、小学生の時に美勢のフルート曲を聴いて、フルートの魅力に目覚める13歳から、フルート奏者の林理子に支持する。東方学園大学に入学し、大学時代に、 フランスブリュッフ編のリコーダー演奏を聴いて留学を志す。1972年、東方学園大学を主席で卒業。同年、第40回 NHK 毎日音楽コンクールの還元楽部門で第1位と特賞を獲得。1973年、ベルギーのブリュッセル王立音楽院に留学。ビーラントクイケンに室内学を支持し、ビーラントの弟。 バルトルトクイケンにトラベルソを習う。1974年からはコレニウム・アウレウムのメンバーとしてヨーロッパ、日本などで活動。1975年、ブリュッセル王立音楽院をプルミエプリで卒業。同年、ブルージュ国際音楽コンクールのフラウト、トラベルソビモンで第1位獲得。1977年、オランダのハーグ王立音楽院に入学。 半年で最高栄養賞付きソリストディプロマを得て卒業。帰国後フランスブリアフ編式、18世紀オーケストラ、クイケン兄弟、トレバー・ピノック式、イングリッシュ・コンサート、レイチェル・ポッチャーなど、内外の名手たちと共演を行う。1978年、東方学園大学に新設される、語学科の講師に招聘され、1979年に語学科講師に就任。 同時期に古学科講師に就任するために帰国した花岡和夫、本間聖子、有田千代子にビオラダガンバ奏者の中野哲也を加え、オトテールアンサンブルを結成。1979年に18世紀フランスの室内楽でドイツグラモフォンの古学レーベルアルヒオフからレコードデビューし芸術祭優秀賞を獲得する。1981年、 ブルフ編式の18世紀オーケストラの第一回ヨーロッパ公演でソリストを務め、翌1982年にベネツアで開催されたこれリビバルディフェスティバルでも18世紀オーケストラのソリストたちとして演奏を行う。同年、オトテールアンサンブルにバロックバイオリンの高田あずみが加わった。1985年、来日したトレジャーピノック式の イングリッシュコンサートの日本公演でソリストを務め、同年発売のレコード、ドイツバロックのフルート音楽が芸術祭作品賞とレコードアカデミー賞を獲得する。その後1987年に、1989年発売のヘンデル、木管楽器のためのソナタ選手を最後に、グラモフォンとの契約が解除されることがドイツから通達され、元ポリドールのレコーディングディレクターで、 アルヒーフでの録音にも携わった音楽評論家佐々木節夫の尽力で日本コロンビアから古学レベルデモンアリアーレが立ち上がり、1989年のバッハフルートソナタ全集で同レーベルのスタートを切る。アリータは信仰のあるバロック音楽愛好家の陶芸家中里隆の知人の実業家による資金援助を受けて、 1988年に39人の仲間と、古学オーケストラ、東京バッハモーツァルトオーケストラを結成し、1989年4月に同オーケストラの結成コンサートを行う。東京バッハモーツァルトオーケストラの公演と、アリアーレのデビュー作が高く評価され、第21回サントリー音楽賞を授与される。1990年、1988年に、 東京バッハモーツァルトオーケストラの支援団体として、中里隆を代表として結成された、18世紀音楽祭、教会運営の、小国、古学音楽祭の音楽監督に就任、1999年に、福岡古学音楽祭に発展した後も2013年の最終公演まで務める。2006年、東京芸術劇場で、東京バッハモーツァルトオーケストラによる、 モーツァルト没後250年記念コンサートを行い、モーツァルトのフルートと還元楽のための楽曲の全曲演奏と録音を行って高い評価を得、異語堂劇場で定期公演を行うようになる。2007年、昭和音楽大学に設立されたピリオド楽器研究所の所長に就任する。2009年3月、東京バッハモーツァルトオーケストラの最終公演を行い、 同年4月にロマン派をレパートリーとする日本初のピリオド楽器によるオーケストラクラシカルプレイヤーズ東京に発展させ同年6月のメンデルスゾーンのバイオリン競争曲の日本初のピリオド楽器による公演で CBT のスタートを切る2017年10月13日の解散公演をもって CBT の活動を終了2018年 第30回ミュージックペンクラブ音楽賞を受賞。東邦学園大学公式ホームページ。東邦学園大学。2021年7月6日閲覧。昭和音楽大学公式ホームページ。昭和音楽大学。2021年7月8日閲覧。有田正宏さんピリオド音楽研究所の所長を務める。麻生区。タウンニュース。 2021年7月8日閲覧。第31から40回日本音楽コンクール。o n c o n m a i n i c h i c l a s s, s i c n e t 2021年7月20日閲覧。アーカイブオトテールアンサンブル。18世紀フランスの、室内楽マエストロガレージマエストロガレージ。2021年7月7日閲覧。 文化庁芸術祭小受賞一覧文化庁 w w w 文化 g o j p 2 0 2 1年7月8日閲覧古学の騎士たち P176 から177クラシック音楽の20世紀4古学演奏の現在 P58 から60コロムビアミュージックエンタテインメント有田正宏コロンビア .jp 2021年7月10日閲覧。日本コロンビア、この1枚、ナンバー90、本間聖子、大募絵重奏曲集、古典派時代の大募による、コロンビア .jp、2021年7月16日閲覧。第21回サントリー音楽賞受賞者は、有田正宏氏。2021年7月16日閲覧。 18世紀音楽祭協会。www.odn.ne.jp。2021年7月20日閲覧。東京芸術劇場。w w w g e i g e k i j p 2021年8月1日閲覧。有田正宏式東京バッハモーサルトーオーケストラライブ。ディスコグラフィ。 有田雅宏日本コロンビアオフィシャルサイト日本コロンビア公式サイト2021年8月1日閲覧クラシカルプレイヤーズ東京演奏開催集公演東京芸術劇場 www.geigeki.jp2021 年7月10日閲覧第30回 MPCJ 音楽賞受賞式ミュージックペンクラブジャパン www.musicbnclub.com 2021年7月18日閲覧ありがとうございます。